です。ももちゃん怖くてしがみついてます。ご挨拶できた怖くてしがみついてます。実はですね、ももちゃん、ももちゃん、この抱っこは大丈夫？ワンちゃん足持ってあげる。怖い、抱っこが怖い。ももちゃん、あら、ももちゃん実は5歳になりました。ということで、ももちゃんに、バースデーケーキを作ってあげようと思います。パチ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 なんですが、大概ですね、クーミン家では一人がバースデーだったりとかするとみんながバースデーになるんですね。そうなんです。先代の見送った子たちにも一緒にねケーキを食べるっていうね行事イベントをやるんですけど、ももちゃんはですね、はい、3歳と何ヶ月だっけ、8ヶ月ぐらいでうちに来ました。はい、保護子です。怖くてちょっと抱き方変えようかね。それで2回目のクーミン家で、これも怖いちょっとだっこ、このはい、クーミン家に来て2回目の誕生日です。それでね、1回目はなんか他の子の介護でドタバタとかしちゃってて、お誕生日やらなかったのね。わ、ちょっとなんかご飯食べた後でなんかももちゃんのよだれが私についてる気がする。ももちゃん怖い。ちょこちょいで、さあ、うん、それで、はい、2回目のバースデーで5歳になりました。降りる、もう降りる、うん、はい、でちょっと下下ろしますね。はい、遊んでおいで。固まって、やんちゃなんですけどね、今ね抱っこがやっと慣れてきた感じで、うん、でもね、多分ね、高かったのかな。いつもね、しゃがんで抱っこするのでちょっと怖かったかもしれない。画面でも、下でね、ちゃんと今遊んでます。はい、で、ももなんですけれども、実は同じブラックタンのチワワのももかという子がいました。はい、でももかはまあうちにいる子の中では一番若かったんですね。なんですが、一番一緒にね長くいてくれるだろうと思ったんですけど、ちょっと病気になって、はい、見送りました。で私もリーマンパパもとてもペットロスになって、でなんかこう保護子たち の, サイトがあって、この地域ではどんな活動がされてるのかななんて夜中見てたら、なんか可愛い子がいっぱいいて、で、この子に会ってみたいっていう子に、もうコロナ禍だったので予約して会いに行ったんですけども、そこはもう出入りが多くって、メンテナンスをして病院にかかって、ちゃんと体のメンテナンスをして、で予防注射も打って、全てが済んでからお見合いみたいな感じになる団体さんだったんですね。で私がもうその子に会えますよっていう申し込みが3日前にあって、3日前に申し込んで、当日行ったらもうその子いませんって言われてじゃあもうこれはもうご縁なので、はい、諦めますということで帰りますということで帰ろうとしたら、保護子とか、その何ですかね、うちで飼っている子たちへの思いを、何かその時の担当してくださった方に、何かこう、どんな子がいいですかって、来たら連絡しますっていう中に、なんか話してるうちに、ちょっと待ってくださいとか言ってまだこれから病院行ったりとか、いろんなメンテナンスをしなきゃいけない、今来たばっかりの子なんですけど、会ってもらえますかとか言われて、で数頭いたんですけど、その中にももちゃんがいましてね、で、ちょっと見てください、会ってくださいって言ってくださって、すごくなんか私その時何話したのか分かんないんだけど、感動してくださって、ぜひ里親に、ね、なってくださいっていうことで、でその時はですね、ケージの中に5頭いたかな。それで1人1匹ですけど、1人って言わせてください、1人1人こう抱っこしていくうちに、なんかその最後に
モモ、今抱っこしてたモモがここの下にいたんですよ。でじーっとこっち見ておとなしくって、でもこうやってで最後に「はい」って言って、名前は違うんですけど「ないないちゃん」っつって抱っこした瞬間、あ、この子連れて帰りますって言って、 でもまあ、引き渡しというか、そのうちに来るのは後日になったんですけれども、そうですね、あのもし編集ができるようだったら、この動画がですねももが初めてうちへ来る日の、車の中の動画がちょこっと残ってたので、ちょっと挟ましていただきますね。ももちゃん、ももちゃん、お家帰るよ。お車に乗ってお家帰るよ、ももちゃん。ねえ、お家帰ろうね。ねえ、お家帰ろうね。はい、お家帰ります。ももちゃんです。はい、そのなんやかやでちょうどね、パパのね、リマパパの誕生日だったんですね。それで、ももちゃん用にあのカートを買って、カゴを買って、で、こう、見えないようにして、でマンションの下で、あ、ちょっとリンマンパパ重たい荷物があるんだけど取りに来てくれるって言って、言ったらももちゃんがいたっていうサプライズをしたわけですよ。あ、どうもどうもどうも。この中にちょっと大きいものが入ってて、あ、そうだ、トミー見て、もらい物、あ、そうだ、うん、あれ、あれ、なんかなんかこれ、あれ、ももちゃんじゃないの、あれ、パパだよ、パパ、まだね、怖いね、怖いね、ねえ。それからですね、まあそこのその団体さんは老犬がいなくて若い子ばっかりで、でそこは繁殖犬なんだけれども、もう何回か産ましたらもう決めてブリーダーさんにもう手放してくださいというふうにブリーダーさんたちを交渉する団体さんでもあったんですね。なので心の傷もなくもうやんちゃなまんま、はい、ももちゃん来てくれたわけでございます。で何かっていうとね、誰かの誕生日っていうともうみんなでお祝いなんですけど、マックスね、うち東日本大震災の時に一時預かりのボランティアをしてた時は、マックスもうほんと短い期間ですけどもね、何日かとかいう子もいましたし、一時預かりのボランティアをさせていただいて、マックス7度いた時があったんで、でもみんなおとなしくていい子たちでね、入ってたり入ったりしてたんですけれども、でもその私たちの年代を考えると、じゃあ最初最後まで介護をして、はい、お見送りするにはもう散歩もちゃんと行けて、もう自分たちが元気でいなきゃいけないから、もう老犬しか引き取らなかったんです。逆に老犬でもう介護が必要な子とか病院が必要な子、病気の治療が必要な子をあえてこうお預かりして、で介護をしてお見送りしたっていうことはしてたんですけど、ももちゃんに関しては何て言ってももう、で今回が5歳ですから、5歳だからね、もうパパも私も元気でいなくちゃねって言ってるんですが、まあ、めでたく、はい、お誕生日なので、でね介護をね、いろんな子の介護をしててね、ずっとねケーキを作ったりね、前はねワンバーグって言って鶏のささみとか、あとはちょっとココナッツオイルで焼いたりとか、お野菜を細かくして、ワンちゃんは基本肉食なのでお野菜は消化しにくいので、まあワンバーグって言ってね、こう焼き色がつくと食べやすいみたいなおやつをずっと作ってた時期もあったりとか、いろんなねおやつとかね、フードを作ってたんですけど、なぜかねそう作らなくなってしまって、まあ老犬で食べなくなってしまったとか、好みが変わったとか、病院食を食べるようになったとかで作らなくなったっていうのもあるんですけど、久々にねケーキを作ってみようと思ってでね、今まではですね、ワンちゃんが食べられるもう無糖の、卵系が少ない系の蒸しパンとかスポンジを焼いていたんですが、今回はですね、子供たちが食べているもので作ろうかなと思って、それがですね、今介護中のエミに合わせると、お芋さん、腎臓に合わせてお芋さん、リンが少ない人
とかね、あの、何が少ないとかいう腎臓とか肝臓のお食事があるんですね。合わせるとお芋さんはいいんです。でお芋さんどれがいいですかって先生に聞いたら、じゃあお芋でもかぼちゃでも、さつまいもでもいいよって。普通はね、あのエミはかぼちゃをね好むんですね。なんです、あ、かぼちゃじゃない、さつまいも、焼き芋ね、はい。でここで焼き芋を買ってきたり、ね、スーパーの入り口になりますよね。でここで焼いたりとかしてたんですけど、最近ねちょっとここ数日かぼちゃがエミ食べるので、かぼちゃでねケーキを作ろうかなと思って。でそれがですね、ミニチュアダックスのココナと今日主役のモモが肉食系女子なんですよ。なのでかぼちゃのケーキを作っても食べないかな。でもお祝いなので、でね、あのお肉なんですけど、生肉、初めての方用にね、もう何回も何回もご紹介してて、何回も見てる方ごめんなさいね。これは人ケア用の生肉で食べられるワンちゃん用のね、お店のショップから取り寄せてるものなんですけど、これでエミ、腎臓が悪いエミと、あとはココナと今日主役のモモはこっち今冷凍にね、パラパラに、はい、一個一個になって、これをあの、エミ以外はエミも最初は生で食べてたけど、今はそぼろにして火を入れてね。で、あの他の子たちはですね、この鶏の、はい、ネックミンチを食べているわけでございます。なのでお肉をそぼろにして、このお芋類に混ぜてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと待って、お肉となるとエミは大丈夫でこっちダメ、こっち大丈夫だけどエミはダメみたいな感じで、ちょっとね、あの、まあ、お祝いなので、あの飾りをねちょっとお取り寄せしましたので、でなんかこうアイシングとかでそのクッキーを焼いて、あのちょっと時間がなくネームとか入れてあげればよかったんですけど、あのお取り寄せの飾り付けをちょっと用意しました。まず土台を、はい、作ろうと思いました。話がやっぱり長いです、ごめんなさい。でね、そんなわけで、あのかぼちゃとさつまいもをね、ちょっとチンなんですけど、湯がく機能が電子レンジにオーブンについているので、両方ともね、これで、これはね、このプラスチックボールはレンジに加熱 OK のやつなんですね。これで軽くちょっと水分入れてラップかけてもうチンしました。チンしてもね結構ね美味しいんですよ。なのでチンしました。でこれをですね、まずケーキ型にして、あとはですね、飾り付けの時に豆乳クリームを ホイップして、それをデコレーションしようと思います。でね、あのまあちょっと食べても食べなくても、あのそのお肉を混ぜなければ、中身はエミちゃん用にあのとか食べられるので、とにかく人間も食べられる、ワンちゃんも食べられるっていうことにしとけば、まあちょっとフードロスをねしなくていいかなと思って、はい、作りたいと思います。でこれね、お肉炒めようと思ったけど、なのでちょっと、はい、やめまして、でね、ケーキ型がないのでこれに入れてみようかなと思って、ね、でこれに ラップを引くか、あ、ビニールはでも大きいのある、あ、でもラップか、あ、これが最後だぞ。ラップでここにお芋さんを入れて、あ、終わっちゃった。ちょっとラップ出しますね。お芋さんを入れて、よっこしょ。あら、こっちもちょっと怪しいぞ。あ、これでも大きいサイズですよね。お釜なんですけど。ケーキ型をね、小さいのを出せばいいのにね、目の前にお釜があったから、お釜でちょっとやろうかなって。でね、ちょっとね、あのこれが柔らかすぎちゃったんですよ、かぼちゃが。でね、中種くり抜いたらね、そんなにはハロウィンみたい、ちょっとね、そんなにはね。で、あとね、あのリーマンパパ弁当のちょっとね、少しね、皮が美味しい、皮ごとあのサラダ、かぼちゃサラダを今日はね作って持たせたので、で朝ちょっとエミちゃんが少し食べたので、これぐらいになりました。なのでちょっと水分があるので、これをこのボールを、この皮も美味しいからね、皮はちょっと私たちがねいただくとして、ちょっとこれをね、この中でちょっとさつまいもと混ぜてみますかね。もうね、レシピがなくて思いつき。
思いつきなんですよ。さすがにスポンジ焼くときはね、少し測りますけどね、お菓子はきっちりね測った方がいいっていうことでね、ちょっと湯がいた時の水分が出たので、これでね、豆乳、ももちゃんは豆乳クリームを舐めたことがないのでどうかな。でもね、お祝いなのでね、ちょっとね、はい、お祝い用にケーキをね、そう、もう必ずねお祝いしてきたんですよ。何つけね、もうクリスマス、クリスマス、誕生日って言ったら誕生日みたいなね、用事ごとをね結構してきたんですね。そうで、コロナ前はね、あの親戚とかね、家族もね集まってね、ここでワイ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 してたの、それもねなくなってね、今のところねお休みしてるのでね、このね皮が美味しいんですよ。この皮をあえてね、私ねドレッシングに、あ、サラダにしたいので、ちょっと皮を取っといてね、はい、ちょっとねやらかめに湯がかりましたね。湯がかるっていうか、すごい落ちたやつ、多分後でエミちゃんが来て食べる。ちょっと待ってくださいね、これを、あ、やっぱりそんなになかった、よかったさ、ちょっともう、あ、ちょっといっか、ももが来て食べるかな。今ね下にいるんで、下で遊んでるんです。でもね休憩時間になったかな。よいしょ、お、いびきが聞こえる、みんなのね、音とかね、匂いで、これ皮むいてからでもよかったんですけどね、ちょっとこれは、お、ケーキまでにはちょっとねやっぱり足りないですね。お、いびきが聞こえる、湯がく機能があるからね。あと蒸し器もあるんですけど、切ってから蒸そうかなと思ったんですけど、朝ねお弁当作りながらね、ボーンと入れてしまいまして、でね、あのお取り寄せでね冷凍でケーキもいっぱいあったんですけど、なんだろう、なんかこう、うん、この子には大丈夫でこの子にはダメみたいな感じで、それだったらみんなが食べられるもの、うん、を作ろうと思ったら、もうお芋さんでベースを、で、あの売ってるやつはね、馬肉とかなんかそういう、なんだろう、うん、あとは自然なものとかお芋さんでできてるとか、あ、そうか、お芋さんだったらね毎日湯がいてるから、ちょっとね形を作って生クリームをもう塗るくらいだったらね、ちょっとやってみようかなと思って、ちょうどねみんながねお昼寝に入ってくれたからね、かぼちゃの種がちょっとえ本当はね、あのちょっと腎臓悪くしてるエミがね、ささみが大好きなんですよ。なのでささみほんと食べたいと思うんですよね。ささみ入れてあげれば他の子たちも、あ、でもココナはお芋さんがちょっとでも混じったら食べないかねえ、まあいろいろありますけど、でも、あの見送ったワンタはね、あのミニチュアダックスの18歳の男の子いたんですけど、もう何でも食べるもうお取り寄せのケーキも手作りのケーキもパク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 食べてね、食べてくれたのでね、あ、でも結構やっぱり1個分となると、でね、あのバレンタインデーのねガトーショコラとかチョコレートとか、あとお誕生日のねシフォンケーキとかもやってたんですけどね、なんか最近やっぱりね資格を取ったりね、やりたいことがたくさん出てきちゃって、うん、だからちょっとね手抜き風なんですけれども、お茶とお芋さんで作ってみようかなと思って、こんな結構ねありましたね。これ2層にしてもいいかね、え、あ、そっか、あのグラデーションにしてもいいね、え、これどんな感じ、おー、ちょっとあんまり色がね薄めなので、これグラデーションにしてみよっか、皮を剥いて、
ね、コロナ禍になってね、お家あのご飯が多くなってから皆さんホットプレートがすごく売れるって言ってね、なんかニュースでやってましたね。あとは餃子作ったりね、お子さんとね、食べることってやっぱりとてもね大切ですよね。キューピーさんじゃないけど、愛は食卓にあるっていや私本当思うんですよ。もう愛情ってなんかね、いろいろまたうんちく始まるからね、愛情っていろいろあると思うんですけど、これ豆乳クリームでね溶いてもいいんですけど、豆乳クリームもしかしたら今ちょっと同じ手袋で豆乳をね、あのエミが食べないかもしれないので、ちょっとね昨日ねほんのちょっとだけね一滴もならないぐらいね舐めさせてみたんですけど、うんってなってたから、あちょっとダメかな。でもエミもね豆乳混じりのそのワンバーグとか大好きだったんですけどね、もうワンバーグが大好きでね。でもみんなねささみが好きなのは変わらない。でもね今日の主役のモモはねささみあんまり食べないな生肉が好きねえ、それぞれだからね。でこれはこれ でまずちょっとこれで一番上を固めてみようか。あやっぱりね、あでも高さがなくていいもんね。ねえ、あちょっとくしゃみです。キッチンに来るとなんかスパイシーな香りがして、あでもこれ一番上を一番上をこのかぼちゃにしてどうなりますやら。形これね冷蔵庫でちょっとね冷やして、お芋さん固くなっちゃうんだけど、ほんのちょっとね冷やして、おで次にこの、あやっぱりねさつまいもはね粘りがあるからいいかも。パラパラパラって入れといたら2段、あでも4段にしちゃうと食べなかった時にさつまいも食べたいけどあのかぼちゃは嫌だとか言われたらあれだから、やっぱり分けとこうね。このさつまいも美味しい。このぐらいでいいか、あんまりやってもね。これほんとねちゃんと練った方がいいんでしょうけど、練らないでやってみます。あのかぼちゃがすごく柔らかくなったから、ちょっとゴロゴロ系で裏ごししてね、アムダン裏ごししてもいいんだと思うんですけど、あでも一番下の土台はやっぱりあのあれかな、さつまいもでしっかりと下が柔らかいから、かぼちゃが柔らかいからね、だんだんに今してます。だんだん畑と瀬戸日暮れて、ね、このぐらいにしとかないと AI さんに歌ったでしょ曲使ったでしょってことになっちゃうとね。でこの手でこれはちょっとでも柔らかく最後はしたいとこだけど、でも思い込まれるか。手でね、大雑把なケーキですねこれこれで生クリーム塗ってデコレーションして終わりですよ。でねフルーツも考えたんですけど、もうとにかく食べないので食べないものをやめとこうと。でこれを後であえてサラダにする。ね、意外に本当私大雑把なんですもうとにかく大雑把。豆なんだか豆なんじゃないんだかよく、でもやりたい時にやるって感じですね。おいい感じですよこれで。これなんかこれがいらなかった感じゴム手袋で済んじゃった。よしこれでですね、あのこれでですね、ちょっと下のやつをしょ、もったいないので、よしよし、すぐ画面からいなくなるはい、これでなんとか子供たちが寝てる間に下準備ができましたので、あとはね直前にねデコレーションしていきたいと思います。こうやって押して見えないですね。
どうでしょうかね。どうでしょうかね。よいしょ。今ね、押してます。丸く形を作るために。あ、潰さなくても十分。モンブランみたいにね、一回網でこしてなんかやらなくてもなんかいい感じの。どうだろう。これせーの、よいしょ。お、出てこない。お、うわ大雑把だけどできた。あ、いいんじゃない。やっぱりね、あれ、あのちょっとね、プリン型に少し斜めになっていて、あ、いい感じですよ。これはいい感じ、いい感じで、これでちょっとだけ冷やして、ちょっとだけ冷やして、あとはクリームを入れる。よいしょ。うん、いい感じ。じゃあこれでデコりまーす。デコレーションは後ほどです。時飛ばし、はい、時間飛ばしクービンです。はい、こんな風にお芋さん、かぼちゃとさつまいもで、ワンワンケーキの土台ができました。これはみんなが食べられるものなんですね。でこれに豆乳ホイップを泡立ててデコレーションします。はい、はい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 、お願いしますね。泡立ってちょうだい。お砂糖入れないのでね、全くね。はい、パン粉用に泡立てます。よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー。よいしょー。これ全部お芋さん、いもさん。よいしょ。おー、かぼちゃがいい色出てるんです。真ん中にあのさつまいもが入ってるんですね。よいしょ。美味しそう。人間も食べられる。で、クッキーとかデコレーションのやつをあのハッピーバースデーとか作ってる時間がなかったので、こんなの取り寄せてみました。なんかね、あのケーキに刺すだけでいいんですって。これをね、取り寄せてみました。こういうのはあるんですね。多分食べられないかな、食べられないけど、でもね、なんかあの刺すところが長いような気がする。あ、これはなんだ。あ、まだですね。豆乳ホイップってなかなかホップホイップしづらいっていうか、こんな感じ。これでもこれ取れてるけど、どうやってはつけるんだろう。これこうやってやるんですよね。これどうやってくっつけるどうやってくっつけるんだ。これ海の中のね、魚とサンゴ礁にしたんです。ここ除菌してあるから、このままいっちゃうか。え、これはお菓子じゃないよね。あれ、でも一応人間用なので、あ、そう、こう固まってきた。え、そんなもん。お砂糖入れなくても泡立つもんだ。これはちゃんと海の中の世界になるだろうか。ロロロリロロロロリロロ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 
食べ物なのか食べ物じゃないのかがわからない。まあね、ワンコはこういうのは食べないからどっちにしてもね。よしよしょ。これは絶対食べ物じゃないと思う。さあ、海の中になりますでしょうか。タコさんとかね、カニさんとかこんな感じ。これを刺していきます。よいしょよいしょ。あ、もうちょっと、あともうちょっと。知れない。これは柔らかすぎない？ドアが開いてもこれ以上なんか硬くならなさそうな。豆乳ホイップって久々に使った。子供たちのケーキ作る時に使ってたけど、でもデコレーションするとなかったかも。実はね、この動画生配信の直前に撮っていて、今ねもう多分生配信の時間になっちゃってるかな。あと何分だろう、あと今何分ですか。5分前です。生配信5分前です。こんなことをねやってたっていうのを後で見ていただければいいかな。いつもこんな感じです。なんかいつもなんか私自分のバースデーも自分でなんかケーキ作ってたような。これ豆乳、うん、甘くないけど美味しい。これを見えます、なんとなく。ちょっとこれ入れすぎちゃった、上からはみ出す。うわ、ちょっと手がすごいことになるけど、これどうしたら。あ、回転がないってことは、なんかこの絞り出し器でやらなきゃいけない理由がわからないような状態になってる。これどういうこと、これってどういうこと。でもね、ももちゃんのお祝いなんで一応手作りということで、こんな簡単な手作りですけど、よし。なんか全然なんかあの模様になって、せっかくその先っぽが模様になってるのに全然模様になってないと。でましてやもう生配信数分前なのにまだ子供たち今ご飯食べてるって。すごいひどいことになってる。なんかね、この中に入れた意味がないよね。よいしょ、なんかすごい山盛りになってる。ちょっとこれ後で。ピンちゃん終わりました。またこれ持ってなんかこう崩れるタイプって感じ。よいしょ、これもう崩れてるし。でもかわいいかわいいかわいい。ちょっとこれでこれ重たい感じがするけど、海な感じ？これで海な感じ？刺さる？海な。これ刺さるの？刺さる。あ、刺さる刺さる。あ、なんとなく海になってきた。これはちょっと怪しいな。これは。切れない。
これはこれはハッピーバースデー、ハッピーバースデー、はい、出来上がり、ハッピーバースデー、ちょっと飛んじゃってるね。ハッピーバースデーももちゃん、ハッピーバースデーももちゃん、それではでも配信行ってきます。